百本ノック95本目。国民年金法の問題です。厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合には、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と、生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止されるという問題で、丸か×かで正解は×です。そうですね。子に対する遺族基礎年金が支給停止されて、夫に対する遺族基礎年金は支給停止されないという問題ですね。100本の句96本目。厚生年金保険法の問題です。初めて適用事業所第1号厚生年金被保険者にかかるものに限るとなった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に所定の事項を記載した届出書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合には10日以内に提出しなければならないとされているという問題ですね。前もちょっとお話したんですけども、船で迷ったら10日でいいと思います。100本の句、97本目。国民年金法から障害基礎年金の額に関する問題です。障害基礎年金の基本年金額は、障害等級第2級の場合は78万900円、ナッパ空かける改定率であり、障害等級第1級の場合はこのナッパ空78万900円かける改定率かける100分の125である。なお受給権者によって生計を維持しているそのものの子、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および20歳未満ですよね。であって、障害等級に該当する障害の状態にある子に限るがあるときは、一定額が加算されるという問題です。